ムーンウォーク世界大会プレゼンツ、コリスタ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 ムーンウォーク世界大会プレゼンツ、コリスタチャンネル。さて、本日のゲストは前回に引き続きハムスンサーブリッチさんでございます。前回聞き逃したリスナーさんのために改めてハムスンサーブリッチさんの、プロフィールをご紹介させていただきます。1999年福島大学ダンス同好会リーダーリギッチョにより創設。ハムツンサーブの名前の由来は漫画池稲中卓球部に登場する技ハミチンサーブを東北なまりっぽくしたのが由来とされております。2004年放送開始のダンス番組少年チャンプルおよびその、後番組のスーパーチャンプルに出演、番組内での人気と投票ランキングで1位を得得するなど知名度は抜群でございます。日本最大のストリートダンスのコンテスト大会ジャパンダンスディレイト2005年度準優勝をはじめ数多くのダンス大会で受賞をしております。 YouTube で公開していたハムツンサーブの映像がたまたまアメリカ合衆国の歌手マドンナの目に留まり、2008年3月に発売されたアルバムハードキャンディーからのシングル4ミニッツの PV に抜擢される、日本人のダンサーとしては初出演でありました。マドンナ本人から直接出演交渉が行われたと言われています。2008年から2009年にかけて公開されたマドンナのワールドツアースティッキー&スイートツアーにもゲストダンサーとして招かれております。2008年10月にニューヨーク市のマディソンスクエアガーデンでの公演ではハムツンサーブ with ビッグベイビーとしてオープニングアクトも務められています。現在はハムツンサーブクルーとして様々なメディアやイベント等で活躍しております。ハムツンサーブのリギッチョさんでございます。はい、こんにちは。さあリギッチョさん、前回引き続きで、はい、今日もお話を伺いたいと思うんですが、はい、今回はですね、前回審査員で、来ていただきましたムーンウォークの世界大会についてちょっとお聞きしたいと、はいはい、そもそも、まあ、ムーンウォーク世界大会ってご存知でした？あ、知ってました知ってました。あ、本当ですか、はい、なんかね、あのやっぱコウメダーリさんがね、はい、よくね、はい、言ってるんでムーンウォーク世界大会っていうのも、はい、あのあれなんですけど、まあ、あのリギチョさんに最初ねお話をした時に、あのムーンウォーク世界大会ですかみたいなのだったので、うん、やっぱ知ってんだなってちょっと思いましたけどね。知ってますよ、あれ有名ですよ、ね、本当ですか、はい。あ、なんかね、うちらの方ではこう地元のなんかローカルな、はい、世界一小さい世界大会っていう名目でね、うん、やってますけど、はい、なんかね、ムーンウォーク世界大会あの来ていただいて、なんか実際に見てみてどういう印象を持ちました？いや、本当にムーンウォークばっかみんなするんだみたいな感じでしたね。そうそう、なんかね、月を歩こうっていうコンセプト で、はいはいはい、で前回ちょっとコロナ禍だったんで、はいはい、あの結構ね、来ていただく方がやっぱ県内と地元の方が多かったですけど、はいはい、やっぱりね、そのムーンウォーク世界大会っていうそのムーンウォークの世界大会のその世界っていうのが、うん、あのコンセプトとしてそのムーンウォークの世界とかあの国の世界とかじゃなくて、うん、いろんな世界、はい、例えばボカロだったらアニメだったり、はいはい、まあゆるキャラの世界とか、はいはい、そういったのを含めてムーンウォークの世界大会で、前回もゆるキャラが出たりとかね、はい、あのしていただきましたけど、なんかこうリキッチョさんっていうハムツンサーブといえばあのムーンウォークじゃないですか、はい、やっぱり代表的なのが、うん、まあ、あのみんなが言うムーンウォークじゃなくて、あの膝のムーンウォークとかですよ ね、 すよね、みんなが言うムーンウォークってなんかこうムーンウォークっていうと前を歩いてるのに後ろに見えるあのバックスライドムーンウォークだと思ったって、マイケル・ジャクソンのバックスライドをムーンウォークって、まあ、当たり前ですけどね、はいはい、あのそういう風に思っちゃうと思うんですけど、僕あれあんまり、ね、得意じゃないんですよ。いや、でも今前回ね、あのムーンウォーク の、 あの映像でね、あのバックサイドね、はい、あの映像でだけ、ね、はい、映像だけですね、はいはい、なんかあのリキッチョさんにとってムーンウォークってどうですかね。ムーンウォーク、あ、もう完璧に、最初のムーブなんで、うん、ダンスを始めた最初のきっかけです。あ、やっぱそうですね、はい、完全にそうです、うん、私もムーンウォークを最初に見た時に、うん、え、何これ、うん、え、前歩いてる後ろ行っちゃったよみたいな、あのやっぱね、衝撃って大きいですよね。もう魔法ですよ、ムーンウォークはもうほんと魔法なんで、本当になんか素晴らしいですよね、あのなんだろう、編み出した人たちというか、確かに確かに、はい、素晴らしいですね。なんかね、本当にムーンウォーク、バックスライドとかね、あとフロントスライドとかいろいろ今あるじゃないですか、はいはい、なんとなくこう、ムーンウォークっていうとなんかあのバックスライドのイメージがね、やっぱ強いから、はい、そうですね、なんかね、そこのイメージを、私もそうですけど、なんかね、ダンサーの間では、いや、あれがムーンウォーク、バックスライドがムーンウォークじゃねえんだぞみたいな感じじゃないですか。やっぱね、リキッチョさんといえば、やっぱあの膝のムーンウォークですよね。そうですね、うん、あれは、もともとはどういう経緯というか、あれは僕、あの膝のバックスライドを、はい、最初 の、 あの第1回目の時に言ったそのテレビのオーディション受かったって言ってたんですけど、その放送で
行ったんですよね、その膝のバックスライドっていうのを、それであの MVP とかいただいたりとかしたんですけど、それであの僕それあの僕が編み出した技じゃなくてパクリで、あのダンサーのミスターウィグルスの、あのやってた技で、まあ当時の僕はやりたいなっつってやったんですけど、でまあ言ってもまあ僕の技じゃないしなっていうのは気になってたんですけど、うん、そこで後輩が力さんその後ろできるんだったら前とか横とかいけんじゃないですかこうやって、いやどうだろうねっつって、でやってみたらまあまあできてきたなって、横特にあの横が、まあ、多分ハムツンサムの方が有名だと思うんですけど、あれがだんだんそのオリジナルの技としてこう磨いてって、まあ、完成していく感じですよね、後に。なんかあのムーンウォーク、あの回転するムーンウォークじゃないですか、はいはいはい、あれをね最初に見たときに、あれ、はい、確かねダンス部で見たのかな、はいはいはい、あれ見たときに衝撃的でしたね、イベントのダンス部、ええやつが出てきたなと思いましたよ、はいはいはい、あれもそのままでですね、そうです、ね、まあ、じゃあ回転もできるんだ、うんうん、最近また新しい、本当ですか、ちょっとパクらしてください、膝の膝をついてるんです、片膝ですね、片膝のバックスライドです。片膝のバックスライド。そうそうそう。片膝でバックスライド。ちょっとそれ後でやってもらいましょうかな。これまた硬い靴履いてきたとき、これできない。なんかね、あのムーンウォーク、なんかこう、なんだろう、その単体でも見せて、はい、なおかつ、あの、リキッチョの場合、こう、合わせるじゃないですか。そうですね。ユニゾンで。そうですね。そこがやっぱね、衝撃的だったんですよね。みんなやっぱムーンウォークやる人って結構単体とかソロでやる人多いですけど、でも確かに。あれをね、やっぱね、ハムズさんで合わせたっていうのは、ね、チームでやろうっていうのはなかなかないかもしれない。あれやっぱりなんかこう合わせるルーティンでこう合わせるコツとかってあります？なんか昔で言うと、はい、今結構ユニゾンって言いますけど、はい、昔って結構こうルーティンとか言ってたじゃないですか、はいはい、そうですね、はい、あなんかこう合わせるコツとかってやっぱありますか？コツはやっぱりまあどこでカウント取るかっていうのをすごくこうクリーンにちゃんと振り付けをする方の人がちゃんとここでこの動きをこのカウントでこの動きをするとちゃんと見えるとかちゃんと合わせやすいとかっていうのを、はっきりちゃんとさせることですよね、振り付け師がしっかりしていることっていうのが大事です。ハムツンサーブなんてね、力長全部振り付けしてるんですよね。そうです。なんかそのムーンウォークをこう入れるタイミングとかどういうふうにしてますか？はやっぱり曲の、場面転換です。場面転換の時のサビというかサビに行くとことか、はいはいはい、サビの最初とか、サビから間奏に入るとことか、バイ6、7、8、デンってなるところでムーンウォークもデンっていくと、おーって。ああ、なるほど、なるほど、なるほどね。なりやすいですね。はい、なんかね、ムーンウォーク、最近は本当にあの、なんだっけ、この世界大会があってもそうですけど、なんかムーンウォークだけをこう取り上げることで結構多くて、はい、なんか、まあ、去年もなんかあの、あるタレントさんがなんかね、ムーンウォーク徒競走をやってみたりとか、はいはいはい、なんか結構そういうのもあって、そのムーンウォークだけを結構取り上げてる。まあ、ムーンウォーク世界大会もムーンウォークだけなので、はいはい、なんかね、あのこうスライドさせるんじゃなくてこう、はい、その場でこうなんだろう、月を歩いてるように浮かせるような、はい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 、ああいうのもね結構ムーンウォークっていうふうにやっぱ言われてるので、まあそうですね、なんかねいろんなムーンウォークがあっていいかなっていうのはありますね、はい、あのいろんなムーンウォークって本当に夢があってどんどん新しいのを作れるんですよ、うん、ほんでいろんな人がいろんなのを作って、今やばいな、大体このムーンウォークもうどんなですか、ホバークラフトしますよ、もうだからあのなんだゲーセンであのあるじゃないですか、カコンカコンってお互いこう打ち合う、はいはいはい、あのあれですよね、これそう、あの丸っこいやつ浮いてるじゃないですか、はい、あれですよ、本当ですか、靴になんかホバーついてるの、もうやばいですあれ、やり方は分かるんですけど、まあ、できないです。あ、最近のムーンウォークはあの やり方を覚えるとできるんじゃなくて、やっぱりポテンシャルが必要になってきちゃうんですよ、あなるほど、ね、足首の柔らかさ、柔らかくてしかも硬いっていうか、はい、つま先ちゃんと硬く鍛えて、柔らかいってただぐねぐね柔らかいんじゃなくて、まあ、プラスその横にぐにゃぐにゃに柔らかいのプラス縦にもちゃんと開く、こう立つってことですね、つま先が、はいはい、足の甲がちゃんとこう開くっていう、そのポテンシャル持って生まれた子はかなり練習すれば、なんかやっぱりあれですかね、練習してできるもんじゃなくてその人の素質から出てくるもん、そうだんだんね進化していて、ポテンシャルあるやつが勝つっていうこうなってきてます。あ、タットもそうですよね、あの体柔らかいやつが勝つ、指もともと柔らかいやつが勝つとかなってきてるんですけど、結構そのやっぱレベルが高くなってくるとポテンシャルの高い低いで結構決まってくる、やっぱそういう意味でも競技っぽくなってくる、はい、あームーンウォークムーンウォークって書いてあるけど、またムーンウォークの競技みたいなね、ムーンウォークもまあ本当に、うん、あれは
うん、やっぱそのつま先で完全にこうぐにゃーってやってる人はそこまでいないかもしれないけど、まあこの間ね一人で駅も優勝しましたけど、ね、またちょっとね、まあ、彼めちゃくちゃすごいですけど、またちょっとね今のムーブ違うんですよ。ああなるほどなるほど、うん、今やってるその世界のムーブで行われてるムーブのスタイルとちょっと違うんですよね。あ名前があってメンフィス重金とか言うんですけど、重金って言うんですけど、あメンフィスって言うんですけど重金重金、重金って言うんですけど、で重金って言ったら、そのつま先のぐにゃーのふわってもうめっちゃ浮いてるんですよ。でそれがムーンウォークじゃなくて重金っていう、重金っていうジャンルで、なんでムーンウォークって言わないかっていうと、まあ、重金さんが作ったって言われて、あなんかいろんなステップと混ざるんですよ、うん、重金、そういろんなステップ、なんか普通のこういうステップとこう混ざるんですよ。あでそっからつま先完全に立って、で鍛えるところから始めるんですよ。俺も最近始めたんです、今年始めたんですよ。本当ですか、鍛えるところから、重筋、重筋、つま先立ちで、さっきつま先つま先って言ってるじゃないですか、つま先立ちでまず、両足でこう椅子と椅子を捕まえながら筋んで、はい、1曲耐えれるように、はい、次その椅子とか机なしで1曲耐えれるように、はい、なんかバレエやってる人とか、そう同じです、同じで片足でそれができるようにっていうふうに、だんだんこうで片足でつま先いけるとだいぶいろんなことができる、でプラスやっぱりこう可動域、左右の可動域もないとそのグネっていう感じですよ、ふわって感じ出てこないんで、うん、そこら辺はやっぱり人によっちゃうかなっていう、うんうん、俺みたいな そろそろ46歳になろうという人間がなかなかこう今から厳しいかもしれないけど、今年ちょっと始めました。1月1日からちょっともう進化してるんですね。すごいですよ、だから本当に、だからかなりこうテクニカルな話になっちゃってあれなんですよ、申し訳ないですけど、つまんないかもしれないけど、そういうことです、かなり進化してます。これはね、来年出る人はね本当必見ですよね、これ。そう、うん、だからうちの弟子が一人それでできるやついるんで、うん、ちょっと出させたいですよね。ぜひぜひ来年は、あの世界大会もう審査員できるんですよね、純金だみたいな。うん、いやすごい、もうそんな進化してるってちょっと私知らなかったです、ね、はい、すごい進化してて、うん、はい、これはちょっと本当に一番いい、昔みたいなそのバックスライドとかフロントとかサークルだとか横とか、もうそういうレベルじゃないですか。もう浮いてる、もうほぼ翼先で浮いてるんです。すごいわ、重金やばいですよ。でもそういうのを全部重金っていうんじゃなくて、もう重金とはまた関係なく、まあ、みたいなことやってるやつはいっぱいいます。いや要はつま先で浮かせる、だからもうなんだろうな、ずっとつま先立ちみたいな感じ、だから浮かせられるんですよ、ずっと浮いてる、で浮かしてるからなんだろう、地面 の滑りとかもあんま関係ない、浮かせれる、じゃあもうほんと月で浮いてる感じ。そう、俺らのムーンウォークって床滑らないとできないじゃないですか、はいはい、じゃないです、もうどこでも浮いちゃう、つま先でこう浮かせながらできるから、うん、で浮かせられる筋力も一緒につけるから、はいはいはい、うん、いやもうさっきね、スタッフさんとムーンウォークのコツは何ですかって言ったら、つま先でこう浮かせることなんだよって言ってたんですよ。ああ、でもそのレベルちょっと超えてるね、今の話聞いたら。あ、そうそうそう、本当にここです。あつま先ってこう指の腹じゃなくて本当にこっちなんです。まあね、一人で行けるもんね、結構つま先だし、行けます、行けます、あれですけどね、彼結構行けます、彼だから重金練習すれ、絶対しねえけど絶対しねえの分かってるから、あいつには絶対教えない。あ、そうか、俺が先にマスターするんだみたいな。いやでも練習しないんじゃないですか。だからね、うちの人ね結構練習するのが嫌いな人多いからね、はいはいはい、ああなるほど、うん、いい情報聞きました。じゃあちょっとなんかミクさんからなんか質問があるそうですけど、ムーンウォークのコツって何ですか。あれ、俺今結構喋ってた。いやいや、もう子供とかね、女の子がムーンウォークやるのにコツを。ムーンウォークのコツはね、よっしゃ、もう絶対的な法則は、片足下げてたら片足絶対上げとく。両方ベタってことはないよと。で両方こうやって上げてる時もないよ。絶対どっちかこう上がってる。まあこれ守っとけば、まあ大体ざっくりはできるんじゃないですかね。ね、大丈夫ですか。ムーンウォーク。ねえ、ちょっとマスターしたよね、新しいムーンウォークね。ねえ、子供でね、新しい。子供はできます、結構。足柔らかい。ああ、柔らかいからね。そう、つま先立つんですよ。だから今から鍛えれば全然。すごいじゃん、初音ミクがムーンウォークしてるよみたいになるよ、これ。そう。どうなん、マスターしてみる。いやいや、別にその気はない。別にやる気はないんだよ。やる気ないのこれ。そこはね、マスターしてほしいよ、そこだよね。質問はするけど、まあ、別にやってみる気はない。まなみさんどうですか、ムーンウォーク。浮いてみます。浮いてみようかな。浮いてみて。つらえてみようかな。口
がちょっと浮きやすそうな、浮きやすそうだ、つま先硬そうな、うん、いやすごいわムーンウォークね。もうこれリスナーの皆さんでね、来年あのムーンウォーク世界大会に出ようと思ってる人なんかね、あのめちゃくちゃいい情報ですね。これ重金で検索してもうめちゃめちゃ練習して挑んできたらこのレベルめちゃくちゃ上がる世界ね、マジで世界大会になるかも。よし、ちょっとリキッチョに今年はあの重金をマスターしてもらって、それをプロモーションの方に書いてもらって、お願いします。じゃじゃムーンウォークさらに進化してますみたいな感じでね、あげたいところですけども、まあちょっとね、はい、お話も、尽きないところですけども、最後に、リキッチョさんからもう一曲、おすすめの曲を、はい、ご紹介していただきましょう。はい、それではですね、僕が初めて人前で踊った、曲ですね。マイケル・ジャクソンのスムーズ・クリミナル。はい、ありがとうございます。はい、スムーズ・クリミナルを、はい、最後お聞きしていただいて、すみませんね、スリラーって言ってたのにスムーズ・クリミナルって言って、すみませんね。リキちゃん、今日本当にどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、今日もまた盛りだくさんの内容でしたけども、まあ、リキッチョさんにね、1回目と2回目ゲストで登場していただきましたけども、あのプロの本当にダンサーを間近でお話聞けて、どうでしたかゆみさん。いろんな話も聞けたのですごい良かったです。リキさんどうでしたか。ムーンウォークのなんかすごいなって、すごいなってね、私も聞いてて思いましたよ本当にね、この後ね、実際にムーンウォークを、ゆうみさんとみくさんに指導していただくシーンも、YouTube の方では、ご覧いただけると思うので、皆さんぜひ、今日リスナーの方、また聞き逃した方は YouTube チャンネル、コリスタチャンネルの方でご覧いただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。また来週もお楽しみに。せーの、おつスター、バイバーイ。Thank you.